ありがとうございます。いやもう野外でこういう感じのサウンドをいつかやりたいなと思ってて、いやすごく気持ちいいです。ありがとうございます。僕も自分の活動、いろんな活動してるんですけど、本当にこの2人と演奏できるのが本当今の僕のもう音楽の活動の核になってるような、本当に大好きなミュージシャン2人と来れて本当に幸せです。藤本和真そして福森慎也林正樹です。1曲目に演奏した曲は福森慎也作曲のオネバという楽曲、そして今の曲は僕の曲でティールという曲でした。続いて藤本和真作曲のフローという曲を演奏してみたいと思います。
ありがとうございます、藤本和馬フローを聞いていただきました。このメンバーではですね、いろんなユニットで演奏してるんですけども、3人の場合は連名になってるんですけども、林正樹グループという6人編成のバンドもありまして、この3人を核に、菅隆くん、吉田敦くん、鈴木博くんというメンバーが加わって林正樹グループというのがあるんですけども、今年の1月に CD が出まして、今日比較的そのCD からの曲もやってるんですけども、続いての揺らぐという曲も CD の1曲目に収録しております。コロナ禍になって、いろんなものが揺らがないと思ってたものがね、いろいろ揺らいでしまい、皆さんも同じだと思うんですけど、その反面全く何があっても揺らがないものもあるみたいな、そんなことを気づかせてもらったと思うんですけども、いろいろそんな思いを込めた揺らぐという曲を聴いてください。
どうもありがとうございます。ゆらぐ聞いていただきました。ありがとうございます。まあ、僕はこちらのフェス出させてもらう2回目なんですけど、前石塚隆光さんという鑑定の方によ呼んでもらって出演したのがきっかけでガールトークにも出演させてもらうようになりました。宣伝になっちゃうんですけど、今月11月24日にピアニストの佐藤浩一くんと2大ピアノでやってまいりますので、もしよかったら来てください。お待ちしております。で、この間新也くんも初登場されたってことそんなわけで、最後の曲になってしまう。でもね、先ね、皆さん長いですよね。ずっとすごいイベントですね。夜の8時ぐらいまで、ね、本当に素晴らしいミュージシャンがたくさん出るお祭りで、本当に天気も気持ちいいですね。暑いぐらいで最後の曲は福森慎也作曲スペクタキュラーを聴いてください。ありがとうございます。
ありがとうございました。福森慎也、藤本和真、そして林正樹でした。どうもありがとうございます。引き続きお楽しみください。